こんにちは、翔太です。今回なんですけど、 MR でやってきたですね、上杉謙信見ていこうかなというふうに思います。で、今回はですね、連携スキル、これがですね、まあ、やっぱりメインになってくるかなと思いますので、こちらを先にですね見ていこうと思います。まず仲間連携なんですけど、主体副将の残り HP パーセンテージが初めて 75%、50% 以下になるときですね、一旦の間玉壁状態になる。この玉壁っていうのはですね、攻撃を1回無効化してくれるようなものになります。祝福と違ってですね、白バフなので、解除はされないっていう利点はあるんですけど、能力の上昇とかそういうのはないので、個人的には祝福聖護の方が汎用性はあるのかなとは思ってますが、一応ですね 75% と 50% 以下になるタイミングで一旦の間なので、合計2回ですね玉壁で耐えることができる。いらんかな、いらないと思います。いや、微妙ですね。で、武将につけると HP15% 増加と回避値がレベルかける150増加がつくと、いや、ちょっとこれは微妙かな、かなり微妙ですね、正直言って。いらないかなと思いました、正直。それではですね、パッシブを見ていきましょうか。先に武器確認していこうと思います。はい、まずですね、花嫁見ていきましょうか。一応今回は花嫁も同時に来てましたね。まず指輪ですね。指輪なんかすごい形してんな。物理会心ダメージプラス 10% いらないですね。こちら花嫁のドレスは体力レベルかける8でダメージ反射プラス 20% という風になっています。ちょっと遠差ダメスキルどんな内容だったか、それでは確認していこうと思います。その前に武器ですね。MR の武器が会心値レベルかける230、攻撃力 19%、防御貫通線。いや、微妙だな。UR1000 の武器が会心値レベルかける180、攻撃力 17%、防御貫通900と、正直お世辞にも強い武器ではないので、優先して作る必要はないかなと思います。それではパッシブ見ていきましょうか。どれから見ていこうかな。遠差ダメスキル先に見ましょうか。スキル攻撃時、自身が狂乱状態の場合、敵の状態状態性の 70% を無効にさせ、状態状態性無視 70% ですね。で、攻撃 500% の確率で3ターンの間、撃砕、虚弱、流血、いずれかの状態にさせる。会心攻撃が発生した場合、そのスキルを1回追加発動する。追加発動は1回のみとなっておりますので、ちょっとランダム性が高い。 かつこれ赤デバフですね。通常のデバフなので、罪悪状態ではないっていう、なんかとんでもない弱点を抱えてますけど、一応ですね、攻撃するたびに、スキルで攻撃するたびに、で、急にデバフをですね、付与できる感じになっているみたいです。で、じゃあ、それでは、パッシブ見ていきましょうか。まず、パッシブさん見ましょうか。これ、この前話していたやつですよね。なんか3種類あるやつの。ちょっと名前忘れました。修行か。結氷と釈炎もあんのかな。まず修行ですね。これ受けるダメージが減少するようなものになるんですけど、すごいな。戦闘終了まで自身が修行状態になるっていうところで、もう99ターン付与されるみたいなので、基本的には、戦闘終了までなくなることがない白バフになります。受けるダメージが 50% 減少と、50% ダメージカットと。で、修行状態中、命中された時、敵が復活あるいは撃破された時の攻撃を除きますが、受けるダメージが自身の HP 条件の 5% を上回る場合、一旦の間玉壁状態になる。お、強そう。なんか強そう。5% 上回ることは割とありますもんね、受けるダメージが。なんで、いいんじゃないですか、なかなか。ダメージが 5% 上回ると、玉壁を付与できるんで、5%、6% のダメージにしましょうか。6% のダメージを受けると玉壁になって、次の攻撃は玉壁でガード。で、また6%のダメージを受けると玉壁でガードみたいな感じで使えるということですよね。結構強いと思いますよ。で、自身が撃破された時3回まで復活可能。あ、いいじゃないですか。復活したタイミングは修行状態どうなるんやろ。戦闘終了までやから張り直されるんかな。ちょっとそこ何とも言えないですけど、3回復活優秀かなと思います。で、復活後 40% の HP を回復して、4ターンの間自身が祝福聖護に、祝福聖護にもなれるんや。自分でこのキャラクター結構戦役で使えるキャラクターなので、アタッカー性能を自分から上げていくことができるっていうのは非常に強力なポイントかなと思います。もう連携スキル正直いらなかったんで、もうガンガン普通に使えたら嬉しいなって感じですね。
まあ、攻撃力と回心率が 50% 増加で4ターン入ることができるんで、まあ、攻撃を受けるだけに使っても4回分、祝福成功で、しかも3回復活できるんで12回分ですね、攻撃受けることができるんで、なかなか硬いかなというふうには思いますね。生後解除されなければ、かなり硬いかなと思いました。で、筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカットと。で、残りのパッシブが攻撃力 54%、HP 吸収 15%、まあおまけだな。で、HP 48%、ダメージ反射 40% で、筋力値の2倍分敏捷ダメージをカット。で、防御貫通と物理防御貫通がレベルかける12ずつ上がります。はい。なんで、なかなか強そうな感じは個人的にはしてます。ちょっと復活したタイミングの修行がどうなるかは気になりますけど、さすがに残っててほしいですね。で、それではですね、アクティブスキル見ていきましょうか。どちらも筋力ダメ、攻撃力ダメと書いてあるんで、なんか強そうな雰囲気漂わしてますね。まず4ターンの間自身が暴走生後になるんで、暴走生後、まあでもこれ復活したら消えるもんな、さすがにこれは。どうだろう。暴走生後と祝福生後、まあ、別に他のキャラクターの協力を仰げばいいかなとは思うんですけど、一応このキャラクター自身でこの2つに入ることが、できるっていうのはめちゃめちゃいいとは思いますね。で、攻撃力100% 増加で、筋力、敏捷、知力値は 50% 増加、受けるダメージは 20% 増加と。で、敵6名に500から 2000% の物理ダメージと、自身の攻撃力、筋力値の10倍と攻撃力の 100% ダメージが入る。まあ、範囲攻撃っていうところがちょっと残念ですけど、まあ、強そうですね。まあ、一応ですね、遠さだめスキルの方にですね、追加発動もありますんで、まあ、範囲攻撃とはいえ、まあ、敵全体に2回攻撃するチャンスっていうのはかなりあるかなと思います。場内敵生存者が少ないほどダメージが高くなる。で、毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、回心率が 50% 増加。敏捷値が敵より高い場合、敵の有益状態あるいは生後状態を2つ解除。自身の知力値が敵より高い場合、そのダメージの 100% の HP を吸収と。回復という風になっています。で、自身が狂乱だと会心、クリティ、必中クリティカルですよね、になると。なんで、まあ、会心率 50% 上昇は正直どっちでもいいかなと思いますね。まあ、一応暴走に入ることができるんで、まあ、相手が暴走とか弓章であれもあっても、まあ、結構頑張って育成すれば、まあ、暴走で乗った分勝てる可能性は、別の職業にもメインステータスで勝てる可能性は、まあ、なきにしもあらずかなとは思いますね。まあ、明らかにちょっとお相手のメインのキャラクターとかになってくると勝てないとは思うんですけど。まあ、中途半端な、育成の他の職業の、キャラクターであれば、なんとかいけるんじゃないかなと思いますね。すべての攻撃を4ターンの間、味方6名を下投げ生後、筋力値の2倍分、敏捷ダメージカットにして、2ターンの間自身が狂乱状態になると。こちら、攻撃後に狂乱に入ることができるようなものになっているんですけど、一応スキルをですね、もう一回打つことが、できるような、遠さだめスキルになっておりますので、まあ、1回目は狂乱なしで殴って、2回目は狂乱ありで殴るみたいな使い方ができるんじゃないかなと思いました。で、続いてスキル2ですけど、筋力ダメージと攻撃力ダメージ、こっちも書いてあって、HP パーセンテージが最も低い敵をメイン 1000% の物理ダメージと筋力値の6倍と最大攻撃力の 80% のダメージが入る。これスキル2か。で、4名攻撃の狂乱に入ってる状態なんで、かなり戦役で使えるような気がしますね。で、毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より低い場合、ダメージが3倍になる。これもですね、そうですよね。狂乱だと必中クリティカルになるんで、でも1回の攻撃で 50% 以下にできたら、その次のこう、一応、遠さだめスキルでもう1回攻撃できるんですけど、それは3倍になろうが1倍でも倒せるってことだもんな。ちょっとこれは、他のキャラクターとかで 50% 以下にできていればかなり恩恵はありそうなんですけど、このキャラクターだけで、2回攻撃したら敵を倒せるぐらいであればダメージ3倍である意味っていうのはあんまりないですね。 HP が 50% より高い場合だったらかなり恩恵大きかったんですけど、そこはちょっと残念かなと思いました。そうですよね。このキャラクターで 50% 以上1回でダメージ与えれるなら、その次3倍にして 150% にしなくても 50% のダメージもう一回与える、連撃で与えればいいだけですもんね。で、すべての攻撃の残り HP パーセンテージが最も低い味方3名に総ダメージの 40% の HP を回復させ、4ターン間味方6名攻撃成功、筋力値の 3.5 倍分攻撃力ダメージをカットする状態にすると。面白いキャラクターだとは思います。なかなか硬いとは思いますね。祝福成功にも3回4ターン入ることができるんで、まあ、ただ、
そうですね、そんなに耐久って、だってこの 50% ダメージカットだけですもんね、玉壁以外は。あ、なので、まあ、正直普通にダメージ食らってしまうので、まあ、玉壁ですね、2回2回玉壁で耐えることを考えると、75% カットって思ってもいいのかな。まあ、一発あたり、2回2回しか攻撃食らわないという意味で 75% ダメージカットっていう見方ができるんで、まあ、そういう意味では強いかもしれないですね。まあ、ただ、ダメージカット率がそもそも少ないっていうところがあるので、まあ、ある程度育成してあげないと一発でやられてしまうっていうこともあると思いますし、まあ、玉壁ですね、晴れるとはいえ、なんやかんや 30% とか 40% のダメージを食らってしまうと、5% 上回れば玉壁状態晴れるので、40% とかダメージ食らっちゃうのはちょっともったいないかなというふうに思ったので、まあ、しっかり育成しないといけないのかなとは思う一方で、このキャラクターを育成して、エンサーダメスキルがちょっと残念ですよね。これがせめて罪悪であっても、ちょっと微妙かなとは思いますけど、ここが赤デバフっていうところがちょっと残念ですし、まあ、自分で暴走に入れたり祝福に入れたりっていうのは偉いんですけど、この修行状態これ消えますよね、多分復活したらここも残念なポイントだと思いますね。だいぶ、いや、ちょっとこのキャラクターなら致命ダメージ無視だったかなとは思います。で、連携スキルも正直微妙なんで、私は取らなくていいと思いますね、今のところ。またちょっと明日ですね、考えてみようかなとは思いますけど、まあ、所感としては取らなくていいかなというふうに思いました。来週ですね、月替わりの次回反響であったり少女の成長のイベントやってくるタイミングになりますんで、まあ、そこのタイミングで、多分強力なキャラクターが来るかなと。先月かももちたんば来ましたけど、まあ、次もまた強いキャラクター来る可能性あるので、まあ、そっちを待ってもらった方がいいかなとは思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録よろしくお願いいたします。